さあ今日もですね、はい、ファイヤーでございます。ファイヤーですが、はい、今日のファイヤーは私じゃなくてマーミルトンさんですね。今日はマーミルファイヤーのお時間です。マーミルファイヤーのお時間、はい、今日は何をどこで買ってきたんですか。今日はですね、セブンイレブンの杏仁豆腐です。きた、杏仁豆腐の中でも一番このセブンイレブンの杏仁豆腐が一番美味しい。なるほど、マーミルトンさん基準のナンバーワン杏仁豆腐。そう、もうかなりリピーター、多分これ20個ぐらい食べます。すごい、それ相当な数ですよ。いや、これがね、本当にちょうどいい塩梅なんですよね。なるほど、濃度とか。じゃあちょっとそれって結構知りたいんですけど、うん、美味しい杏仁豆腐の条件って、うん、マミルトンさん的にはどんなところに設定されてるんですか。なんかね、あの濃度の高いこう濃いやつも食べたんですけど、うん、濃すぎるとちょっと、ね、飽きてくるんですよね。あ、こんだけ量があるから、うん、しつこすぎない方がいいんですね。しつこすぎない方が。なるほどなるほど。で、なんかこう暑いのでつるっと食べれる感じ、うん、水分の多めのねやつが私は好きなんですが、これはもうベスト。なるほど、そのこってり感とさっぱり感のバランスが絶妙であると、はい、絶妙ですね、セブンイレブンのやつ。はい、ちなみにお値段は、はい、お値段はこれ154円。おお、お手頃ですね。お手頃、もう全然あのさっと3時のやつとかに買ってみてください、うん、ペットボトル1本分ぐらいの感じで、うん、じゃあ、はい、早速試食ということで食べてコメントを、はい、杏仁豆腐の杏仁ってアーモンドのことですよね。あ、そうなんですよね。なんか、ね、スターバックスでカスタマイズできるやつで、フレーバー的な、フレーバー的な、はい、で、アーモンドオーレが私好きなんで、その期待してたアーモンドの味を頼んだら、うん、アーモンドのシロップを入れて頼んだら、なぜか杏仁豆腐の味がびっくりしたっていう記憶があります。なるほど、あれ、これ杏仁豆腐じゃないかみたいな。でも普通にアーモンドいったやつとか食べるとこの香りじゃないですよね、うん、全然違いますね。不思議でございます。ということで開けてみましょう、はい、パカッ。あー、綺麗な白ですね。このプルンプルン感、おー、やばい、純白の味の方が増えておりますよ皆さん。これが、この水分感がね、すごいいいですね。このプルプル感、うん、おいしい。おー、いいな、いいな、美味しそうですね。美味しい、これ、はい、何がいいって、あのさっぱりしてるんで、うん、あの朝とかでもいいんですよ。ああ、なんか3時のおやつにもいいし、あとあの朝ってちょっと食欲ないじゃないですか。まあそうですよね、食欲ない時に結構水分が多いんで、なんか朝食代わりにさらっと食べれる、モーニングアイ、うん、すごい美味しい。なるほど、どんどん食べてますけどというわけで皆さん、うん、夏のおやつにおすすめということですかね。夏におすすめですね、セブンイレブンの、はい、杏仁豆腐、杏仁豆腐でした。では今日の、はい、マミルバイヤーポイントを出ましょう。83バイヤー、これは高い、高いです、高い、安定して高いですよね。20個も食べちゃうぐらいですから間違いないです、ね、週でいうと3回も食べてますね。すごい、すごいな。というわけで皆さん、ぜひお近くのコンビニでチェックしてみてください。バイヤー、ご視聴ありがとうございます。アップバンクストアの仕入れ担当、バイヤーの盾でございます。このバイヤーチャンネル24では、アップバンクストアで販売している iPhone や iPad、もしくはキャラクターグッズなどの面白いアイテムを紹介しております。ぜひチャンネル登録をお願いします。 PC の方はこちらのボタンから、スマートフォンの方は動画の概要欄にある登録ボタンからぜひご登録をお願いします。Fire! Fire!